誰が上がりそう。まあ小野郎さんは僕の中で結構でも一番だな、やっぱ仕上がり具合的に。まあエイト君は飲みんの分かったんだよな、別に。エイト君はバロあんだけうまいから、まあまあ想定内っちゃ想定内。まあちゃんとエーペックスレジェンズに苦しんでる感じはしてるFPS はうまいけど、まだまだやっぱ伸ばせるところもある。もちろんちゃんと上手くなってるけどね。まあアステルだとかはね、言ってもパカちゃんとかとまあ大体同じようなポイントだから、別にこんなもんって感じはするな。こう見るとやっぱゴリラさん、ディットさんあたりはまあ想定ポイント高めには設定されてますね。ディットさん強いっしょ。そうなんですよ。いや今回ねマジでなんかやっぱいろんな声あったけど、いるんよな何人か化け物が。一人化け物が混じったぐらいじゃ全てが終わるわけじゃないぐらいにはいっぱいいるんよな。それこそね、昔から VFR 出てるパカちゃん、ゴリラさんとか、まあ、プナさん昔の方じゃないか、まあ、ノアさん。まあ、パッと思いつくのはこの辺かな。だけでも結構、ね、結構な手だれが紛れ込んでも、難しいし。まあ、ステル君もそうか。そう、やっぱね、この辺の枠が一人だけだったら、結構、難しいんだけど、何人かいることによって逆にバランス取れるんだよね、こういうのって。いや、スーちゃんやばいね、マジ。スーちゃんも結構やばいね。全然、さっき挙げた面々と全然変わりないどころか、それ以上ぐらいの活躍してるイメージあるわ。シバルさんが今大会で 1V やって負けるかもって思う人いますか？いや、いっぱいいるよ。 1V1 は絶対負ける人いると思う、何人も。ただ総合力はそんなに負けてる人いないと思う、なんだかんだ。あの練習カフタム参加して思ったけど、やはり僕は Apex Legends が上手かった。まあ昨日全然何もできなかったけどそこは心残り、ちゃんと心残り。IGL とかはね、でも分かんない。別にみんなの配信見てるわけじゃないし、話してる内容聞いてるわけじゃないから。まあなんだかんだ積み上げてきたものは僕はそこに関してはやっぱ多いね。いや、そう、エペジジイ。エペジイですけど、ジジイはね、強いぞ。まあ、ジジイって僕言うて結構やってるしな。なんだかんだ。今シーズンもランクちょろちょろやって、まあ前シーズンもか。前シーズン、今シーズンそれで言うと V5 期間入ってからマジでできてないな。本当はよ、V5 期間もよ、スクリームの時間までハルウレルでランクやろうっていう話とかもあったんだけどよ、数少ないできそうだった日もブだったんだよな。もうすでに V5 楽しんだ。いや実際 V5 って僕マジで思うの、本番めっちゃ面白いけど、本番だけ食べてる人マジもったいない。正直メインコンテンツは本番までの道のりなんだよな、一番は。これはガチ。コンテンツ的には、まあ、もちろんメインディッシュではあるけど、いや、そう、コース料理。本当にそう。いや、ガチコース料理。ちゃんと、前菜も、ごめん、コース料理食ったことなさすぎるかもしれん。前菜の次メインディッシュぐらいしか思いつかなかったわ。汁物とか言いそうになった。スープな。前菜の後何が出てくるんだっけ、つまみ。全然居酒屋。今日も普通に終わった後僕焼き鳥食って帰ってきたしな。始まる前ラーメン食って終わった後焼き鳥食って帰ってきた。突然の庶民派アピール。そうっていうので、まあ本当にね、コース料理なんすわ V5 はよ。そう、甲子園であり、コース料理であり、
そういう世界なんだよな。っていうので、まあ、もし今回のね、V 祭、まだ楽しみ足りない方はね、ぜひ、どっかのチームのストーリーを追っていただければ、より楽しめるのかなと思います。本番、どこのチーム見るにしても、そこまでの過程を知ってると、より楽しめるんすわ。で、V 祭は、たくさんのストーリーを生み出しておりますので、別に過去のシーズンの見たっていい。最近あの VTuber 好きになったんだよなって思ったら、その人が V サイに出てる回があったら、それを見たってええ。もちろんリアルタイムで追ったってええ。いろんな楽しみ方があります。いや、わかる。二点僕も見たかったもん。でも二点とは言わなくても、アクアさんの活躍は正直もう一回見たかった。ずるいよな。VTuber 最強の名だけを残して、まあ、正確には VTuber 最強びっくりはてなかな。かもしれないの。可能性じゃない。その二つ名だけを残して、彼女は去っていくんだ。本人にオファーあったとか言っていいんだよ、いいんだったら言うんですけど、そうなんですよ。実は結構前に声はかけて、まあ、よかったらどうすかっていうのはあったんだけど、まあ、スケジュールの都合上難しいっていうのは聞いてて、わかんない。スケジュールが本当に厳しかったのか、もしかしたらね、まあ、発表あったけど卒業周りで、まあさすがにちょっと出れないっていうのがあったのかもしんない。そこのあれは分かんないけれど、まあ蓋開けてみれば、まあ僕もそうだったんだって感じだったんだけど、そう、実はね、出てほしかったからお誘いはさせていただいてました。そうね、成瀬さんはまあ逆にそれで言うと間に合ったと、まあ見るべきかもしれないね。間に合ったという言い方が正しいのか分かんないけど、まあ卒業も後ろ向きなことだけじゃないだろうから、まあ置いてかれる側からしたらね、そんなこと言ってる余裕ないのはすごいわかりますけど、いや、エペ娘いい走りだった本当に。柴原出場者の配信アーカイブとかどれくらい見返したりするの？いや、ほぼ